はい、今回も、論法マンションアクロストラベルエンドレジャーの山内さんにですね、はい。先週の添い7に続いて、そうですね。チャープレアを、遡ってもらって、そう。一般の人が行く、一般のこう観光の人がね、よく行く、ワットポーとかワットプラ Q のこのよくメインのコースね、そうですね。こう行ってもらおうということで、これがあれだよね、さっきの映したのが、BTS のサパンタクシン駅はい、で、そこまで行く電車で、駅からこう、船着き場に歩いていく感じのところだね。そうだね。なんか、そういう、こうどうぞ。ね、去年なんか調べたんだ、なんか大幅になんかいろいろさ、場所とか船着き場とか変わったんだけど、僕もよく、だから新しいの分かってないんだけど、今ね、これ左側に見えてるのが、アイコンサイアム、サイアムアイコン、アイコンサイアムか、の専用の船着き場、船向乗かいりにあるす待っぐてのる。とこだよね。はい。それで、そこの奥に入っていくと、一応一般の船乗り場、船着き場、サパンタクシンの船乗り場だね。さっき通り過ぎちゃったけど、正面にあったのが向かい側に渡るだけ、対岸に渡る渡し船で、これが一般で、奥の方に行くと、川沿いにあるいろいろホテルがあると思うんだけど、そこの専用船と、あと一番向こうが、なんだっけ、アジアティーク、そうそう、アジアンティークね。と、これの船乗さ、り場。なんかみんな暇そうにしてるんだけどさ、いやいや、だから空港第2弾になっちゃうかもしれないけどさ。外国人がまあワンワンいたんだけどさ、それはもそうなんだう、だね。けどだからもうこれ、タイ人も少なくない？なんか僕ね、先週土曜日に行ったんだけど、どうなんだろうね、これぐらいの時間、これぐらいの時間でこれぐらいの人数なのかっていうのが、ちょっと今一つ分かんないけど、少ないのは少ないだと思う。これで船乗ったんだけど、これはどんな船なんですか？これね、普通の一般の船と、あとね、ツーリストボートっていうのがあって、俺、ツーリストボートやってないかなと思ったんだけど、やっててさ、で、実は、1階はタイ人でほとんど満席。で、実2はこの階時は、ね、この時ね。釣りしたことないかなと思ったんだけど、まあ走っていて、でね、僕ね、もう本当、今年になってか、去年か乗ったような気がするんだけどね、2階がなかったような気がするんだよで、僕ね、ね。これね、2階に行ったこともないし、2階がある船って俺初めて見たよ。いや、だからさ、僕も、だから、と思って釣りしたボートあるのっつったら、いや、逆にそっちの方が結構ね、行列だったんだよ、不思議なことに。おいで、普通のが15バーツ。で、ツーリストが30バーツなのね。2倍なんだけど、結構1階が乗っかっていて、で、これごめんなさい、話途切れるけど、左がアイコンサイアムです。カラカラだね。で、アイ一コ応ンなんサイアか、ン、ここさ、タイ人でワンワンしてなきゃいけないんじゃないの？いや、そう、ワンワンしてなきゃいけない。さっきの船乗り場の待合を見てても、もう少なかったよね。少ないね。なんか、それも変な話だよね。時間もね、11時過ぎぐらいだったから、まあ、いてもいいぐらいの状態だよね。お昼ご飯でも食おうかっつったら、それぐらいだもんね。で、少なくそう、て。最初に聞くの忘れちゃったんだけど、これは何月何日のですか？8月22日の土曜日か土曜な。日か。なので、で、一応ね、動画を回すんで2階に座ろうと思って、そしたら、映すかな、タイ人の女の子2人連れだけしかいなくて、これで、なんか放送、もしさ、まあ外国人がワンワン普通にね、来る時期、いる時期だったら、多分2階がいっぱいだよね。そうだね、2階がいっぱいだよ。ね、みんな写真とか動画も撮るし、そうなの。それでね、そのためには2階今までなかったけど、これとってもいいと思うんだけど、せっかく作ったのに誰もいないんいだ。やいやいや、宝の持ち腐れだよね。それでさ、なんかね、英語でなんかアナウンスかかってたんだけど、要
写真撮ったりするんだったら2階でどうぞみたいになってんだけどさ、はいはい、だから1階のタイ人ってもう普通でさ、はい、いやあの僕たち私たちいつも乗っかってるんでいいですみたいな、もうそれはそうだよね、今更感あるもんね、うん、だけどさ、これに乗るっていうのはさ、うん、通勤とかそういうのの人じゃないんだから、うん、やっぱり暑いのかないやだからね、うん、こう何なんだろうね、これの方が ねなんかこうあのなんていうかな、停留所っていうの、停泊所っていうの、はいはい、あの船着場に泊まるのが、まあ、少ないんだよね、少ないね、はい、要所要所しか泊まらないから、はいはい、で僕ね終点がどこだかよくわかんないけど、うん、要はほら空港に行くさ、バン、あのなんていうの、バンとかあるじゃん、乗り合いバンとか、うん、はいはい、ああいう感覚かもね、要はちょっと高くてけど、うん、遠くまで行くんだったらこれだぜっていう、はい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 、うん、で座れるか確率も高いしとか、そういうこと、うん、で、ね、まあ、ちょっとこう楽だよね、確かにね、楽です、楽だね、楽だ ね、このぐらいの金額だったらまあ乗るかっていう、そう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 、なんかさバスもさ、うん、なんかエアコンバスとかだったら多分それぐらいなんでしょ、15バーツぐらい、うんうん、おいでさバンとかだったら多分30バーツぐらいなんじゃあれって、うんうん、同じような旅行体系だよね、なんかこれ見てるね、日本のあの、うん、駐在員の人でタイに行けない人とかね、うん、まあ、向こうにタイの人も見てるかもしれない、お客さん来たらここへ乗せてあげれば喜ぶのになとか思ってるだろうね、うん、これいいよ ね、で今ね、うん、欧米人の人が一人映ってると思うんだけど、うん、実は乗った時って外国人一人もいなかったの、うん、あで これの人たちが乗ってきて、まあ、途中で降りちゃうんだけど、うんうん、だから本当にタイ人の足なの、あと土曜日だから、うん、まあちょっと、うん、あそこ行こうかなって人もいると思うんだけど、うんうん、だからね、ツーリストボート俺ないと思ったんだよね、実はね、そもそもね、ねやってんだね、うん、だツーリストってさ、なんかほらツーリストっていうとさ、外国人のツーリストって思いがちだけど、うん、はいはい、さっき女性映ったけどタイ人のツーリストもいますよ、まあそうね、あの地方からタイに来る人もいるからね、うん、そうそうそう、ね、でバンコク出してる子もさ、うん、なんかね写真撮りたいわとかさ、はいはい、言うのねっていうことで言えば、まあツーリストボートもあらがち嘘じゃんっていう、はいはい、ことだね、でもこれはよく撮れるよね、まあ雨降ると大変だけどさ、あこれもそうだね、みんな1階だね、ねえ、だけど気持ち良さそうだね、うん、いやーこれね、いつから走ってたのか僕はちょっとよくわからないんだけど、知らない、うんうん、ね、知らないね、面白かったんだよこれはね、うん、グッドよ、いいと思う、ね、本当いいと思う、ね、もったいないんだよこれ、もったいないね、もったいないね、せっかくだったんだけどね、じっと待ってるんだろうね、これどこだ、そうなんだ、これどこだったっけ、これ多分ね、柔らかの入り口じゃないかな、はいはい、違うかな、はい、だから結構なんかさっきのね女性たちも降りていったけど、うん、ここら辺ってほらスポットがいっぱいあるから、はい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 、とりあえずちょっと30バーツで軽く川ぞ、うん、川こう船で写真撮って、うん、で降りてもこうインスタスポット行きますみたいな、うんうんうん、まあ感じなんだろうね、だから1回ちょっと見てないね、1回の人たちは本当にだから普通のなんていうか感じなんだろうね、うん、多分ね、あえて2階に上がらないってこと、いやこれ結構これだけ空いてて、こうやって眺めて結構贅沢な船旅だよな、そうだよ、30バスだよ、最高だよね、いや本当にね、これはね、うん、僕いや結局ね、この動画も川のとこが長くなっちゃったんだけど、はいはい、本当お寺さんを巡るだろうと思ったんだけど、はい、でこれ普通のボートだったらあんまり面白くなかったから、ね、そう、こう高い建物とかさ、顔を出さないと見えないしね、うん、そうなんだよ、あの屋根があったからね、うん、そうなの、うん、だ取りづらいな、だからね、本当になんか早いし、外国人とか日本人も言ってたけど、うん、このツーリストボートって値段取る割にそんな普通のボートと変わんないですよみたいな、あのちょっと英語の案内がねある程度ぐらい、そうなんだよね、うん、あんまりあの評判良くなかったけど、この2階ができれば話は違うかもね、そうなの、前ね僕ね、うん、2階ぐらい乗っかったことあるんだけど、うん、あの学生でなんかこう英語勉強してますみたいなのがさ、学生服でなんかこちらが右側とかでハトバスみたいに、はいはいはい、それぐらいだよね別に
そうそう、何がっつってもまあまあまあ、ああ左側にワットアルンが見えてきたね。はいはい、じゃあまあ行けるようになったら、ぜひってとこですわね、これはね。これね、乗ってみると僕はすごいいいじゃないかなと、ね、今回行ってみて初めて。もうバンコク知ってるぞとか、もう何回も行ったって人にとってもね、ここの、この2階はあんまり知らないかもしれないからね、なかなか行かないですよ。うん、うんうん、これ僕自分のことになるけど、昔まだタイに来たぐらいの時、うん、もう3年ぐらい前だけど、よく船に乗って暇つぶし、バスに飽きたらって思って、はいはい、でなんかそれをちょっと思い出したんだけどね、はいはいはい、あんまり変わんないかなと思ったけど、結構川沿いって最近開発してるんだね、びっくりした。いや、店が、まあ、その店が今どうなってるかわかんないけど、カフェとかそういうのもいっぱいできてるし、タイ人が結構 ね、うん、そうな、川沿いの店行くからね今ね。そうなんだよね、うん、なんかね、川沿いって言うとさ、なんかこれが普通のやつでしょ今見えてるの。どれ、このボート、あ、これが、うん、これのやつ、これ普通のやつ、普通のやつ、ね、そうこれ普通のやつだね、はい、そうですね、はい、うん、でもう着きそうなんで、今1階に降りて、はいはい、降りる順、ワットアルンに、はいはい、ちょっとワットアルンだね。でもね、僕、はい、ワットアルンの方に着くのって実は初めてなの。いつも対岸に着いて渡し船だったような気がして、で乗るときそうね、うん、うんうん、で、はい、僕ワットポーの方に行きたいんだよって言ったら、いやワットアルンで降りて渡し船乗っかれって言われて、へえと思って、そうだからね、ツーリストボートだからなのか、うん、なんかそのね、COVID の影響でなんかそういうのがあるのかね、うん、ちょっとわからないけど、うん、着きました、ワットアルンの目の前だね。これ改装終わってどれぐらい経つんだろう。だいぶ長く改装してたんだよ、ワットアルンだけ。してた、うん、ね、してた。で僕ね、終わってから初めてかなっていうかさ、うん、恥ずかしいんだけど、お寺さんに行ったのって僕本当になんか恥ずかしながら二十数年ぶりぐらいなんだよね、ちゃんと行ったのね。住んでる人ってそうなんですよ。お客さんが来てね、連れてく以外はあんまり自分からね、行かないですよね。だから本当にさっき言ったけど、まだ仕事する前で、タイ語勉強してるだけ、暇にかまけてっていう、はい、暇つぶしてたけどね。はい、これがね、入り口です。で、はい、なんか消毒もするんだ。お、なんかね、そう、熱測って消毒してみるのでありました。うん、で、一応ね、うん、外国人はこちらです的な看板があったんだけど、まあ、全然こう何もなく、入ってくださいみたいな。で、お土産屋さんだね。うん、でこれ今何、ただなの？あのね、これ微妙なんだけど、うん、ワットアルンは、うん、本来は多分ね、有料だと思うよ、タイ人街は。はいはい、はいはい。ただ、ワットアルンは、僕は今回は、まあ、なぜか何も声もかからず、無料で入った。で、他のに関してはちょっとまた後でお話ししますね。はいはいはい。なんか、昔はもっとガチガチ外国人は取られたよ。うん、いや、これね、うん、通常だと多分やってたんじゃないかなと思うんだけどね。そうかそうか、まあそういうふうにやっても外国人はほとんど来ないから、まあいいやっちゅうことになっちゃってるのかもしれないしね、可能性としてね、うん、で左側がね、こうまあお土産屋さんの並び、はいはい、で、ほとんど閉まってました、はい、で、まあ、これね、やっぱりこのお寺さんの中のお土産屋さんとかってやっぱり外国人が好きそうなの売るんだよ。そうだね、うん、逆に言うとタイの人はもう全く興味がないっていうか、はいはいはい、でね、うん、これは本当なんだろうな、逆にね、面白かったんだけど、外国人一人見ないでしょ、まあ、ちょっとね、9割タイ人で1割、はいはい、アジア人なんだよね。ちょっとな、どこの方なのか、まあ、住んでる人は来るかもしれないね。そうなんだよね、うんうん、見事に欧米人がゼロでした、はいはい、で、はい、もう本当に撮影会、はい、インスタみたいな感じ、はい、まあ当然ね、うん、とタイの地方からきっと来た人たちってことだよね、おそらくね。いや、これね、微妙なんだよね。だから
今なんていうかね、タイもインスタとかブームで写真をどこか映えるかうんぬんかんぬんで、うん、綺麗に乗ってたね、あの女の子2人のように、うん、まあ、こう見ても多分バンコクっ子だよ、うん、国っていうかバンコクに出してる、うん、で、うん、微妙、こう分かんないね、なんかね、うん、今ほら、ね、田舎の人なのか、で、学生も結構いたね、うん、みんなで来てる、写真を、みんなで来てる感じだね。仲間と、ね、仲間とかね。そう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 。友達と連れてきて、うん、で、まあ、写真を撮って撮ってってな具合で、うん、あの、ちゃんと皆さんお撮りしてるんですかってぐらいだったけどね。うんうん、いやあ、でもまあね、全く閑散としてるより、やっぱりタイの人が来てくれてね。うん、いう感じで、まあでも何十年前かのワットアルンを見てるようなもんかもしんないよそのそうだね、要するに外国人がね、もうない、このワットアルンなんて、うん、もうずっとないわけだからね、うん、そうなんだよね、うん、だからこうなんかさ、うん、バンコクのお寺って感じしないよね。なんかミャンマーとかさ、あそこら辺の静かなお寺っぽいな。確かにね、そうじゃない？バンコクのお寺はもう本当に欧米人とか、まあ、アラブ人とか、目立つか、見てすぐ分かるからね。そうなの。うん、それはだからこれだ、あれだ、あの下川さん、これミャンマーのお寺みたいに昼寝できるよ、これ。そうだね。あごね、お寺で静かで、あの、すのこ板の上で寝るのって本当気持ちいいんだよね。まあ、お寺ってね、風が来るしね、うん、そうなんだよね、うん、あの遮りがないさ、うん、こう風の通しもいい、うん、ね、うん、いやだから本当になんかこれバンコクのこれがワットあるんかってちょっと一瞬思って、ね、うんうん、でこれ渡し船で向こう側に行きます、なぜかね、学生たちどっかからみんな来たんじゃないの、うん、ムスリムの、ね、そう、ね、南の方から来たかな、うん、そうで、うん、これ降りてね、わかるんだけど、うん、みんなバスに乗っかって、だから、そうだ、中の大学だろうね、ムスリムの子ばだね、がいて、最初ね、ちょっとなんか、えっと思ったんだけど、うん、あ、来るんだなと、うん。うん。まあ、彼らにしたら、取りやしないと、いいチャンスだよな。国内旅行、うん、だからね、そうだね、国内旅行のいいチャンスで、うん、はいはい、僕は同じ会社でムスリムの子がいて、はい、で、去年だったかな、社員旅行の時にね、はい、タイってさ、社員旅行行くとさ、大抵2つ3つぐらいさ、寺を入れられるわけ、はいはいはい、行きますよね、うん、そうで、みんなこう祈りしたりして、うん、なんかいろいろやるんだけど、うんうん、その時にそのムスリムの女の子は入んなかったもん、うん、敷地にすら。この子たちはちゃんと入って行ってるの、入っていたんだと思うと、うん、僕が見たのはね、うん、月場の待ち合いなので、うん、だからなんかそこら辺ってすごく不思議よね、うん、ただね、あんまり割り切っちゃうのか、うん、僕のね、知り合いのね、ムスリムの人も中には入るんだけど、うん、お祈りはしない、お祈りしないね、うん、立ってるだけとかね、うん、ああ、うん、確かにね、だちょっとね、興味本位で撮ってしまいました。あ、いるんだなと思って、はい、うん、で、と船は、これはあれだよね、海岸に渡る、な、今何3バーツぐらいの、今なんかね、合わせした4バーツか、あ、4バーツ、なんかあの、うん、すぐ渡る船ですよね、そう、はい、向こうバーッと行って、はい、これはだからあれですよ、ムスリムの学生さんたちで超満員で、はいはい、なんか川も綺麗じゃん、綺麗じゃん、なんかさ、いろんなところでそういうふうにこう紐付けちゃうよな、やっぱな、どうしてもね、空気も綺麗なんじゃないとかね、川も綺麗じゃないとかね、思っちゃうよね、コロナってね、そうなんだよね、うん、船もやっぱ少なかったし、うん、うん、ワットアルン、さようなら、はい、反対側に行きますね、はい、だどっちかというとこっち側が今渡る方がメインだよね、ワット号とかね、はい、高級とか、はい、でそっちに渡って降りてっていう、はい、でね、そこからがやっぱりこうなんだろう、1回目の飛行場、うん、で2回目のこの前の7、うん、で
これって結構なんていうかな、すごく身近っていうとおかしいんだけど、うん、なんか街中、まあ空港は街中じゃないけどさ、はいはい、で今回ね、まあちょっと後でも話しますけど、うん、思ったのはここもなんか隠されてないけど、隠されたなんかこう置いてけぼりを食っちゃった地域だったね。うん、あんまりかけど、うん、ほんとね辛かったね。あ、着きましたね。船着き場を歩いて今出るとこなんだけど、うん、ここって、うん、ちょっとうろ覚えなんだけど、どれぐらい店が右シャッター降りてるね、シャッターっていうか閉まってるね。だからもっと迷路みたいに入ってですね、いっぱい店があったんですよ、ね、で大体欧米人たちがビール飲んでたりとかですね、一休みしてるんですよ。でこれ船着き場の前で、うん、でねここ僕ね覚えてるんだけど、うん、降りてすぐに、まあここ今車止まっちゃってるけど、うん、なんかあのピッティアとか蕎麦屋の屋台とかなんとかがガンガンあったような気がして、ね、道の中央にも出てたような気がするな。今車が入っちゃってる。そうだよね。でここもまあ当然空いてたんだろうし、そうそう、でこっちがね、まあぎっしり感がありましたよね。そうだよね、うん、これが全部しちゃっていて、うんうん、でここね帰り道ちょっと通ったんだけど、ビデオ撮ってないけど、インスタスポットでみんな撮りまくってたね、若い子が、タイ人の。ああ昔風のなんか建物なんだ。そう、閉、うん、まってる風景をね、うん、でちょっと歩くとね、まあ店がこう、うん、ちょっとありますけど、うん、まあ立ち止まって何かこうなんていうかどうだこうだっていう人は皆無だったね。そうね、かわいそうなぐらいだね、本当にね、うん、だからこれもうね、そのいつもなんかスクンビットだシーロムだあだこうだって言ってて、うん、こっちばっかりだけど、うん、今回ちょっとこれはいや、こここそ外国人で成り立ってたんだなっていう。そうだね、そうだね、うん、うん、確かに人もお祈りには行くんだよ、うん、ただ買い物はしないよね多分ね。まあセンスも違うかもしれないし、そうなん、値段から見てもね合わないかもしれないしね。そういうこと、そう、うん、いろんなことがやっぱりちょっと特別なところでしょ、ここら辺で、うんうん、で、多分ねトゥクトゥクとかもわんさかここら辺客引いたはずなんだよ、うん、そうそうそう、ここでのトクトクは引っかかっちゃダメよとかよくやるんでね。そうそうそう、はいはい、もうね目の前ワット4で相手の、うん、今日ワット4はクローズだとかさ、もうろくなこと言わないみたいな、はいはい、だからそういうのもほんと少なかったね、うん、これがねムスリムの人たちがバスに乗ってこれ左にしたのが入っちゃった、はいはい、うん、うん、どっか行っちゃったね、はい、それでワット4の入り口右です、見えてきました、はい、はい、入ります、はい、入ります、ワットフォー少ないね。あ、まあ、でね、ここでちょっとさっきのワットアルンのお金うんぬんかんぬんにちょっと紐、はいはい、でね、ここ最初、うん、消毒ね、うんうん、で、熱測るの、うん、あ、ちょっと飛び越えちゃった、その次に、うん、QR コードじゃなくて、うん、基調記入なの、名前と携帯番号を書いてくれ、はいはい、でそこで僕はバッてました、はい、あ、外国人は入場券買ってください、はい、でさっきちょっとあのチケット移したけど200バーツ、はい、しっかりと払いました、はい、でもなんかフリーって書いてあったんですよ、うん、あのタイ人はね、で僕はもう外国、ああ、そうかそうか、あれはタイ人用ってことか、そうそう、うん、でタイ人用で名前書いた後に、え、うん、本当にあなたタイ人なのとかいろいろなんかいろいろあって、うんうん、いや日本って言ったら、じゃあ払ってもらうしかないわねみたいな、ちょっと苦笑いっていうか、はいはいはい、うん、そこでなんか無料にしてくれるっていう裏技はなかったですね。で、まあ、あの払ってなんかだけどその今までなんてこんなそんな選択肢も何もなくてさ、もうそうだよ、自動的に払った、そうそうそう、問答無用だよ、そう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 、問答無用ね、うんうん、一応入りました、うん、でさっきと同じかな、やっぱりタイの人が、8割9割ぐらいじゃないかな、でアジア系の人が、はい、うん、1割ぐらいいて、はい、でまあ先ほどと一緒な感じでまあ写真を撮ったり、うんうん、まあみんなでワイワイワイ、うん、というような、うん、なんか普通の
人の休日の過ごし方、うん、なんかお寺さん行くじゃない、うん、はいはい、なんかあんなえまあやってた、いや俺ねこれの好き具合見た時、うん、僕生まれて初めてねバッドポー行ったのがね、うん、学生時代だからねもう40年ぐらい前だけどね、あその時の好き具合ぐらいだよ。あーそう、うん、あれだろうな、僕がだからそうなるとどれぐらい30年ぐらい前かな、うん、だからその時はワットあるのはよく言ってたけど、やっぱりねこうそんな感じだったよね、はい、だからここ何年かで、はいはい、すごくタイに観光客がドドドドッと増えて、うん、あの欧米人はどん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 増えてって、途中からやっぱり中国人がワッと来るようになったからね。そうね、そう、うん、でもうこういうところはもうねツアーの人が旗持った人がワンワンいたとこだからね、うん、うん、5年ぐらい前かな、もうちょっと前ぐらいかな、うん、そのガイドさんたちが口を揃えて、うんまあ、この後に行くけどね、うん、ワットプラケオはもう行くもんじゃないと、うん、もう中国人ってワンサカで、もうみんな熱中症で倒れちゃうよとはい、はい、いやもう冗談でもなくで、うん、ワットポーだって多分そんなことだね、結構さ、うん、なんだかんだ言って敷地広いじゃないで、そう、まあ、行っちゃうと端折っちゃって、あの涅槃仏のとこだけなんかチャリンチャリンチャリンってなんかお金入れんだよね、はいはいはい、なんかあ頭から足まで行くんだ、逆だったっけ忘れちゃったけど、うん、このぐらい敷地からお昼寝もできそうだもんね、うん、だから全部できるよねえでも結局そのガイドさんたち今仕事全くないよね、ガイドもゼロだよね、だからみんな田舎に帰っちゃって、ね、僕の知り合いだともう社会保険とかするとかね、うん、で、本当にねそういう、うん、だ本当そうだよ、あの車のね観光バスの運転手とかさガイドさんとかさ、ね、うん、うん、毎日毎日もうねもう飽きちゃうぐらいにお寺さん連れてって ね何年前にああなりましたって言ったのがパタッとゼロだ、うん、まあ、日本もね観光業界あれなんだけども、タイはね年間だいたい4000万人って言われたでしょ、うん、その観光客が、うん、もう日本より全然多いわけですよ、うん、うん、そうだね、それを、まあ、ほとんどみんな最初バンコク来るわけで、それで生きていく人たちってのは日本の比じゃなかったんだよね、あの人口割合から見るとね、そう、うん、で今回ね本当にこう丸の当たりにしちゃったというか、うん、さっきのね繰り返しになるけど、例えばシーロムでもスクンビットでも、うん、タイ人もまあいるわけ、ゼロってわけじゃないわけさ、うん、で外国人の比率が多いけどね、うん、ただここって本当にだからこうなんていうか飯を食っている人たち、はい、土産もやでもいいけど何でも、はい、で本当にこうおんぶに抱っこの割合が多すぎちゃって、そうだな、うん、ここはねちょっとあ、うん、僕もね行くまでは、うん、まああんまり僕も考えずに行ってみようかって感じなんだけど、うん、行って、うん、いやーちょっと辛かったねこれ、うん、こういうの見るとね、この前のねまあ、デモがあったでしょ、でまたその後、はい、タイは非常事態宣言を9月末まで延ばしたと、うん、でそうだね、まだ全然外国人は入れるかなんかこう予兆もないじゃないですか、うん、でその時あのデモに参加してた人の中でね、その、うん、愛を殺すなっていうね、要するに、うん、このまま行ったら死んじゃうよというのが本当こういうの見てるとね、うんうん、その日本より全然切実に伝わってくるね。ね、なんか、うん、ね、日本はほらインバウンドだって言い始めてから、うん、まあ、ほど年数は経ってないし、はいはい、そこに依存してご飯を食べていこうっていう人も、はい、まあいるけども、まあ、多分さほどではなかった。だから一番辛いのはオリンピックにめがけて、はい、ホテルを建てましたとかね、はいはい、いろいろ準備した人は本当に発発されちゃって、はいはい、多分辛いと思うんだけど、はいはい、タイはずっと昔からほら ね、 そうね、やっぱりこう観光だ観光だっていうことで、うん、で、なんていうかな、
今までさ、例えば僕もね、経験したけど、夜間外出禁止令とかね、クーデターとかさ、であと、なんだろう、政治対立っていうのが、赤と黄色組とかね、あったんだけど、なぜかタイっていうのは、もう本当に、アイラブタイランドな人が多くて、来ちゃうんだよね。本当に観光客は、そういう政府と思惑なんかいろいろとは別に好きになっちゃってるから、来るんだよね。そう、理屈じゃないので、もう、だから恋人に会いに行くって感じで、もう誰も止めるなっていうかね、行かれても行っちゃうっていうのがあって、タイは不思議な国だからね。もう、本当にね、やってのけてきてたの。ただ、やっぱりこれ、津波の時とかね、鳥インフルの時もやっぱり半年ぐらいダメだった、あの時もね。ただ、今回も、だから、今回は本当、なんだろう、まあ、ね、なんとも、なんていうか、これだけやっぱ来れないなっていう、あ、これちょっと王宮のとこだね、王宮の写真が先に写ったの。だね、で、最後、ワットプラ教、これね、ワットプラ教の入り口に行く、ちょっとお店並ぶ、まあ、分かる分かる、向かいの通りだよね。そうだね。まあ、人はちょっとまあまあいたけど、やっぱりお店は、どうだろう。とはね、ここ、やっぱりここね、普通の時にこう歩くの大変なぐらいなんですよ。そうだよね、行列でしょ、ここは。だから、ここも使うことでしょ。で、いっぱい人がいて、ここから出てきた人がみんな買い物したりいろいろする通りだから、バス乗る前で ね、そうだから、ここもまあやっぱりいろいろ頑張って開けてるけど、まあ観光地っていうね、人は歩ってるけどやっぱりあんま立ち止まってくれない、っていう感じだったね。これ僕空いてる時がどれぐらいかっていうのがあんまり記憶にないので、まあ下川さん言った通りね、安坂行って、そう、もう立ち止まって、ここと通りはもう歩くのすら大変だった。ね、おいで左に曲がって、テントがあるんだけど、これが最初のなんていうんだろう、チェック、熱を測る、コロナのね、あれでチェックをしてるわけね。チェックで、だからこれもだからほら。行列なんかありゃしないよ、スカスカでしょ、そうですね、カラッカラで、いつでもどうぞっていう、で、これに、まあ、こう歩ってる人はね、ほとんどみんな行ったんじゃないかな、で、ああ、出てきた人ね、で、これが入ります、で、まあ、これ入った後なんだけどね、ここはね、実は無料、ね、ここまではね、この先にあるからね、そう、そう、で、その先に一応なんかチャレンジしたんだけど、やっぱりダメで500バーツですって言われて、で、アジア系とか2、3人いて、とかなんとか、やっぱり500バーツって結構な値段なんじゃん。そう、ここはね高いんですよ、本当にね。そうで、やっぱりなんか諦めていいかみたいな、なんかつらかったけどね、なんかねでここがこうで、人もあんまりあるってね、これが、ワットポーを左に見ながら、お土産屋さんが並んでるところをここパーッと取っていきます。結構こう有名な食堂とかレストランとかもあって、結構タイ人も行くけど、ガイドブックとかにもガンガン紹介してるその一帯でしょ。そうなんだよね。でね、これ僕実はこれね、映像撮らなくて、この後多摩サート大学に行ったの。まあ自分のあれで、どう昼ご飯食べながらって、ね、で、結構学生さん入ってて、でね、まあそれはご飯食べたりするのが一つの目的だったんだけど、あそこのあたりはもう本当にね、これ明暗分かれるっていうか、もうガンガンに人がいて、店なんかパンパンだよ。ああ、大学の方はね、あれだけで、タイ人で食ってるところはこれさ、100、さほど離れてないんだよね、ここから多摩さんね。そうね、大差離れてないね、歩いて3分ぐらい、大差あるでしょ、そう、それでこのワンワンのとこともカラッカラ、だけ外国人に頼ってたとこっていうのが、こうお店閉まっちゃって、これね結構なんかね、あれで喫茶店で結構なんか雰囲気良かったはずだよ、これ。そう、閉まっちゃったね、結構ね、ここを入っていくと、こういうとこ入っていくと川沿いにすごくおしゃれなカフェとかね、そういうのがどんどんできてた一帯なんですよ。そうで、
向こう側、うん、ちょうどね川の向こう側が多分ねワットあるになるんだよ。そうだね、ちょうどいいんだよね、うん、でいやー本当多摩サートのとこ見た時にがっくりきたね、こんなに差が出ちゃったかと、うん、いやーだからほら多摩サートのあたりって下町だからさ、うんうん、まあなんか打ち身もそんなに平らって、うんうん、まあ今日もだけもだったねいつも通りだって言って、はいはいはい、ここの地域は多分お客さん、うん、あの外国人が来てる時ってウハウハだったはずだよね、うん、そうだね、あんな、うん、うん、それはだからね、ちょっと離れてる多摩サートでやってるよりも2倍3倍の売り上げだぜとかさ、うん、そういやーここれがさ一瞬だよね、あっという間だよ。いやいや、そろそろ時間なんで、あごめんごめん、うん、じゃあまあ、まあ今回もちょっとこういう映像で、はい、また次行くとこ考えて、そうだね、ありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございました。どうも。どうもです。はい、お疲れ様です。